んにちは、アドベンチャーランナーの北田隆夫です。今日はこの真っ暗闇の中ですね、やってきました。本州最南端の、和歌山県串本にある潮の岬です。とあるイベントで、250キロ行ってこようと思います。ここからですね、那智から熊野古道を入って、熊野本宮、そして小平地を経て高野山、それから、ダイヤモンドトレイル金剛山葛城山を越えてさらに生駒山系へ行くと、そして生駒山系の最終広方まで抜けていくという250キロの旅に4日で行ってこようと思います。もう選手は揃っています。もう間もなくスタートです。スタート、行ってきます。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってきます。いや、ここに集まりしは十数名の選手ですね。行きますよ。これから熱い戦いが始まります。僕はハーフなんで250キロ4日間ですけど、他の選手は500キロも行くということで、頑張ります。スタートから、5キロで串本駅到着です。串本駅ね、トルコユルコーニューね、本庁最南端ね、クリチュラの街でもあります。熊野古道、東平地にキリンに地蔵、まあ不気味だ。高速ね、一夜第一トンネルの下を通ると、おお、日光峠到着。36キロぐらいかな。疲労もまだ少しで、ただね、足の裏がラス変わってからずっと痛くて、まあ、次に向けてのトレーニングとして、やれたらなと。よしよし、撮ります。5時過ぎて明るくなってきました。これすごいよ、見て、この木材の、会社かな、材木の会社のことを通って、行きます。また通りかな。駿田峠、あ、ハンコもあるんだ。熊野古道はこちらと。いや、ここ看板がね、結構あって行きやすい。多少迷うけど、よく親切、ありがたいな。さすが世界遺産。本当にシリアのね、ミッドトレイルなんでいいよね。しかも昔歩いてったっていうのがあるからね、この道はみんな歴史があるよね。もう何年、1000年前とかから歩いてんかな。熊野大社があった頃からやもんね、これ。これ見てよ、これすごいわ。駿田峠、1685年に記載があると。すごいね、400年前ぐらいにはあったんだ、こういう峠っていうのが。もうこれを降りると、コンビニがあるのかな、コンビニと、ステイドのサポートカーがあるんで、そこで腹ごしらえと、ここまで頑張りましょう。到着でーす。
うございます。6時半出発です。ちょっと奥さんに生存確認のねあれだけ。ワンちゃんかわいい。よし行こう。大丈夫ですか？はい、後ろが盗撮してます樋口さんの背中と山本さんの背中を盗撮してます。スタートから何キロだろう、50キロぐらい、7時間20分で、那智大社もうすぐの大門です。もうすぐで那智さんいいね。これが夫婦杉、樹齢800年、すごいね、ご利益を。ついに熊野那智大社、熊野三山の那智大社到着た。わすごい。宿坊だって。眺めがいいって話これが噂のこのビューが、ビューが、ビュー、これを見ますわ、すごい、ありがとうございます。あーすごいすごいよ、すごいすごいね、いいビューだたみが熊の鼓動って感じやな。もう何時間も何も食べず飲むのも控えて口をうがいするだけ、胃腸の回復を待ってます。早くいいよ、戻ってくれ。素敵。やった、ありがとうございます。やった、カレーですよ。今日のお昼はカレー、レストラン仕様ですからね、なんと。もう全部いけますか？ナビさんが手作りでした。手作りじゃない温めただけ。いや、温めてるの手作りで。あれやね、いただきます。あったりやんだり、うん、おいしい。どこまで突っ込んで、ちょっと無理すると後に響きそうで怖い。そうっすね、まだ1日目ですからね。そうなんですよね、雨ですし、そんなに攻めすぎても。なんとかね、食欲が戻りました。いよいよ熊野本宮ですよ、次楽しみだ。しゃあ、まだ続くよ、この石の階段。わ、すごいな、これ。登りだ。素敵。で、わ、すごいね、これ山並みが。たくさんある、これ山。熊野川。来ました。
ついに73キロ、15時間くらいかな、ついに車の退社、ついにです。いや、あれは、いやー、すーごい気取り、かっこいいね。よし、ちょっとこの山崎で買い出します。この部屋ビスケットハンド、これ食べれます。ついに熊野本宮大社到着です。タガラス、かっこいい。現在は耐え忍ぶとき、闇の先には必ず光がある。いいね、頑張ろう。ちなみに僕は OMM20 リットルこれなんですけど、沼田さんは僕の倍 OMM40 リットル、修行だそうですめっちゃ重いですゆくゆくのゆくゆくのレースに向けて修行ということで。そうです。いやー、すごいすごいよ皆さん。やばいよこれ。これから小越です。小越熊野川ね、これからこっちに行って、高野山を目指すと。綺麗。立なし集落到着です。昼にはですね、こんな綺麗な景色があると、ここまでは90キロ21時間。頑張った、もう夜9時やけど今日は寝ずに行くよ。もう怖っ。一度に5人以上乗らないでください。しゃあ越えた。さあ、こっから小平地行くよ。結構眠い。みぞれ。大門到着です。スタートから38時間半、5.4 度とか、もうほんとやめて勘弁してほしい。